はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ると思います。ということでね、なんか新しいサポが来たんで、軽く見てから、無料分があるんでね、無料分引いていこうかなと思います。ということでね、行きましょう。新しいサポカは、2段加速ですね。ロキのスピード系、サポートみたいですと。そして、振動ジュリアンロキを育成選手に選択して、2段加速サポートに入れてトレーニングすると、専用スキル獲得時にアウェイクニングに、必ずなりますよということみたいですね。まあだからほぼロキ専用カードなのかなというとこですね。まあ他の選手で使ってもいいけど、ちょっともったいないよねっていう感じですね。で、エクストラボーナスという、新練習能力もありまして、それに関しては抽選されたボーナス倍率が、2段階上昇するという、ものみたいですね。で、専用スキル獲得時にエクストリームやアウェイクニングにすでになっている場合はアウェイクニングにはならないで、消費しているコンディションも回復しないので注意、してくださいということなので、楽しくなってきたとセットで使うと、直前にね、エクストリームに入るっていうパターンがあるので、それはやめた方がいいかなとかいうのが、まあ注意点ですかね。で、カードの詳細ですが、初期スピ、350、初期賢さ150、練習時スピードアップ 30%、スキルレベルアップ5、練習時賢さアップ20と、全力シャトルランジエクストラボーナスが、50ですね。これ無凸だといくつぐらいなんだろうっていうのはちょっと気になるかな。で、2段階加速の固有に関しては練習ボーナス15と、練習試合ボーナスが60ってことですね。で、トレーニングカードに関しては金のイメトレ、赤のシャトルランと赤黒シャトルランという感じですね。まあ赤黒に関してはね、100レベルにしないと解放されないんで、まあちょっと縁遠いものかなみたいなところはあるんだけどね。はい、まあロキガチャ選手の方でね、結構がっつりやられちゃってるんで、まあ今回は無料のみ引いて終わりかなと思いますってところかな。そうだね、じゃあ早速引いていこうか。でね、正直ね、これじゃねえや正直ね、まあこのカード自体新しいやつ引くよりはなんか、すでに持ってるカードが重なって突つ進んでくれる方が、育成的にはね、なんかありがたいかなというような気もしますね。まあどうせ追撃はしないので、スーパーチャンスじゃない方で見ますが、そうだね、まあめちゃくちゃ強いとかだったら汎用性はあるのかな、こっち引くより。もしくは俺をもう重ねるか、俺の中で一番突進んでるのが粒す一択なので、まあ、粒一の突進むっていうのもありかな。まあ、65だからあと4枚こういう解放までは必要なんだけど、まあ、それはそれで話が遠いかな。まあ、そもそもね、SSR 自体がね、出ない可能性もあるんで、まあ、出てほしいですが、まあ、ちょっと引いてみて、終わりにしましょう。いけ!さあ、ちょっとね、選手ガチャの爆死分を回収したい。頼む!んー、黄色はどうだろうね。青よりはマシだが、お、読み込みある。なんか持ってないの来るんじゃない?金玉多い。潔が4連続。これちょっと面白いな。さあ、そしてラストが、何?あ、来た!あー、はい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 。2段加速、来ましたね。まあまあまあ、引けないよりは全然、OK ですという感じですね。一番上でなんか潔がめっちゃ続いたのが面白いな。3枚揃ったからなんかくれって思ったら、ロキが、もらいましたね。OK, OK。これは結構、いいんじゃない？まあ、せっかく引けたら使ってみっか、これ。ちょっと待ってね。まあ一応ね、レベル50でどんなもんか見てみますか。初期スピード145、初期賢さ62、スピードアップ 18% とスキルレベルアップ2、練習時賢さアップが 12% ということで、あ、全力シャトルランエクストラボーナスすら発動しないんだ、無凸だと。いや、これ微妙アウェイクニングに入るっていうだけが使い道だな、これだと。そうですか。まあでもちょっとメモリーボールね、ロキ爆死分でなんか溜まったやつがあるから、試してみてもいいんだけどね。せっかく手に入ったから試すか。
そうだね、2790。まあでもここにねメモリボール使うぐらいだったらなんか逆転すんぞ40で止めてんのを60にした方がいい説もあるんだけどね。こっちのがいいか、使い道としてはこっちのがいい気がする。もしくは、レベル1のまま上げてないでね、突だけ進んで戦場をね1から60まで一気に上げちゃうとか、まあこれ4090か。そうだね、あ、ちなみにね、なんかメモリーボール急に俺増えたと思うんだけど、これに関して言うと、貫突した星さん選手ね、あれがねガチャからまた出てきた時に、750個メモリーボールもらえたんだよね。750個だよな。だからまあ25ピースが、750個になってるから1ピースあたり30で交換してくれてんのかな？だと思うんだよね。で、だとすると、これレアランクマッチメダルね。これ基本的には、ピースと交換して突進めてると思うんですが、一応ね、メモリーボールと交換するっていう手段もあって、メモリーボールと交換する場合って、レアランクマッチメダル3個で、メモリーボール10個と交換なんだけど、俺の場合、唯一の貫突、主役の財産のピースですね。こっち交換したら多分、1ピース30個のメモリーボールに交換してくれるんだと思うんだよね。で、だとすると、レアランクマッチメダル10個で30ピースと交換できる。9個で30ピース、9個で30ピース。ああ、でも、そうか、別に効率いい交換ではないのか。はー、そうだね。もしかしたら、効率よくメモリーボール、ここの交換でも手に入るんじゃないかって思ったけど、そんなことはなかったね。まあ、ただ、貫突キャラがいると、ガチャでね、もう一回引いちゃった時にメモリーボールはね、結構がっつり入るんだなというのが、ロキでね、全然引けずに200連した時に新たに分かったっていう話ですね。まあ、どうしようかな。だからちょっとメモリーボール使って、サポカね、強化してみてもいいかなと思った矢先に、まあ、ロッキーのやつ、これね、でもね、無凸だとちょっと使いにくいね。60まで上げないと、新しい能力、解放されないから、これ本当にロキをアウェイクニングするためだけのサポカーになっちゃってんだよな。そこにメモリーボール注ぎ込むみたいな。だったら、いや本当に他に使いたいような気もするし、ちょっと待ってね、ロキの、例えばトレーニングスキルの方とかで、ロキとね、今回の二段加速でなんかいい効果があるんだったらまた、話は変わるかなという気もするんだけど、ちょっと、確認してみようか。多分なんかあるでしょ。あ、あるね。これか。ロキと、あ、でも55で解放か。どっちも無凸だよ、俺。ダメだね。で、スペシャル練習発生率がアップしていくのか。そうか、これはね、なんか微妙か。あんまりこれのためにメモリーボール使うっていう感じでもないね。なるほどな。あ、どうしようかな、本当に。せっかく引けたけど、これ、まあでもせっかく引けたから無凸同士だけどロキと合わせてやってみるか。いやーでもだったらなんか戦場60にした方がいい気がするな。60まで上げるとね、練習時テクニックアップが加わるから、まあキックとテクニックと両方結構上がるようになるんだよね。これ
で、だとするとブルーロックマンシュート練習でもいいし、ドリブルトレーニングでもいいし、どっちもね結構恩恵があるからね、シュートもテクニックも伸びるということで、まあ戦場60にする方がいいかもしんないな。戦場か、覚醒の一歩もね40度目してるけど60まで上げられるので、そっちの方がいいのかもしんないな。どうだろうな。でもまあ、ただブーストがないんだよね。あ、そうだ、ブーストもあれか、期間限定で今だけつくのか。そうだね、せっかく無料で引かせてくれたんだし使っていくか。試合時のチップ獲得量 30% アップはでかいね、確かに。で、イベント時のチップ獲得量も 30% アップだから、まあロッキー専用だけど無凸やってみますか、じゃあ。はい、というわけで、じゃあ今回はね、1枚だけですが2段加速ゲットできましたよということで、次の育成動画でねちょっとロキと一緒に使ってみようかなと思います。ということでね、じゃあレベル上げちゃおっか。ちょっとねもったいない可能性もあるが上げちゃいましょう。そしてだ、コレクションスキルの方は、50でも発動しますね。初期スピード3しか上がらないから、まあ、誤差レベルですが。でね、ここにメモリーボールつぎ込むんだったら戦場は上げといてもいい気はする。戦場使い道あるよね結構。あー、まあね、どう、んー、結構使うな。でもまあ戦場も上げてみますか。60だけど OK。 じゃあ今回は、戦場とね2段加速とりあえずレベル上げてみて、またね育成やっていこうかなと思います。ということでね、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。